はい、どうも無名でございます。ということで、ですね、今回ね、白棚の実況してたんですけども、ちょっとね録画がねできてなかった。なんかねバグって録画できてなくて、なのでちょっとね申し訳ないんですけど、まあ、後付け実況になっちゃうかなと思います。とりあえずね、参戦やって、バクオジリの D2 から D2 を取ることができたんで、まあそれをね、お見せできたらなと思います。これね、まあ相手ブルドラリーダーなんですけど、まあこっちは見えないですね、正直。トロフィーなんで相手のリーダーがわかんない状態ですね、お互い。で、札は、まあそこそこかなっていう。で、相手がね、カンガルーここに出してるんですけど、まあ、育ってないのかなっていう出し方なので、まあ、とりあえず、最初は無視でいいかな、みたいな。とりあえず豆を拾って、砦を取りに行くという戦法でやってきてますね。で、ナメコにも、豆を拾わせてあげるという感じですね。で、おにんこを追加していく。なるべくね、なるべくコストをここで吸っていけたらなという感じで使っておりますね。結構ガンガン使ってますね、これ。こう見る感じで爆おじを足したりしておりますね。これでまあなるべくねコストが吸えるかなっていう感じで使っておりますね。で、そろそろ豆とかも拾うと、まあ大型出てきたなっていう感じなんですけど、ここで、まあ全部豆拾ってたんで、半分ぐらいおにんこで削れましたね。さあ、ここで、触らない感じで、アークエンジェルを使うんですけど、アークエンジェルがね、スキルを打ってくれなかったおかげでね、まあアークエンジェルもちょっとね、苦しい状況になってたっていう感じがしますね。まあこんな感じ。まあアークエンジェルがね、ちょっと全然スキル打ってくれなかったんで、相手ブルドラリーダーなんでね、結構削られましたね。そしてまあ回復はするものの、まあペンギンのねこの回転によってちょっとダメージが結構痛いですね。相手はね同じラインにペンギンを出してますね。この出し方結構強いですね、ペンギンの。このなんか同じ一直線にね出してあげると、止めた時に後ろのペンギンがまた流れてくるので、かなり強い戦法というか感じですね。でかなり苦しいですね、こっちも。あと迎撃とナメコしかいない。ナメコがねちょっと攻め込むキャラとしてはね微妙なので、ちょっとね難しいなっていう。干渉いけるかなーって、ちょっとね、難しいかなっていう風になってますね。俺が、ここでね、大型1枚しか引けなかったんで、2体目のサイクロ、ここに出てきたんですけど、これはもう完全無視ですね。完全無視。で、残り10何秒しかないので、本当に辛いですね。で、下のシャークさえ来てくれれば、相手も結構焦ってくれると思うんですけど、来ましたね。これで来てくれて、さあ、ワンパン入るかなってところで、上の剣士が入っていく。という感じですね。これは嬉しいっすね。めちゃめちゃ嬉しいっす。はい。という勝負でしたね、1戦目。そんで、2戦目が、2戦目がコリオさん。どれもね、爆おじとアークエンジェルっていう相性っていうか固定なんで、なるべく前に壁を張れるキャラをね、裏引きでね、欲しいところですね。ある程度はね、ある程度。2戦目は何引いてきたんだっけな、覚えてねえんだけど。こういう札ですね。壁が、ゾネスとマリオネット。まあ、マリオネットは上に飛んでしまうので、まあ、壁として計算するのかっていう話になると、まだね、微妙なところなんですけど。で、相手はまあ、サイを持ってきてたんですけど、こっちがマリオネット出してるので取れていくという感じですね。もう早々に切ってあります。で、相手はね有利ですね。トレントです。トレントリーダー、しかもトレントリーダーだからね、かなり有利ですねこれこっちかなり不利なんですけど、相手のね、トレントで森作りしてもらって、森作りしたらその森作りで、爆王子のね、爆弾をね投げてもらうという感じで戦ってますね。もうガンガン使ってます爆王子を。なぜこんな風に使うかっていうと、もうバックオジをね、使って、トレントをね、引き寄せる前に倒してしまう。
もう動かないので、前にブルドラがいる以上、アークエンジェルが回復させちゃって動かないので、もうそれだったらね、爆王子で、ガンガンね、コスト使わせた方がいいのかなって感じですね。ここでゴレ。これ、このゴレの位置すごいね、いやらしいですね。めちゃめちゃうまいです。これは。結構うまいですね。っていうのも、アークエンジェルでこうやってなんか押した時に、後ろのブルドラにそのままなんかピタゴラスイッチみたいに、攻撃されてしまうので。で、まあ押された後はこうやってね、引き込めて戦えちゃうので、かなりうまい戦法というか、厄介ですねって感じですね。で、ゾネスがね、ゴーレムに耐性あるので、これね、ゾネス出せばいいじゃんっていうコメント欄で多分コメント来そうなんですけど、これね、ゾネスダメなんですよ。うん。耐性ついてるので、かなり減らすのに時間かかるっていうことがあるのでね、ちょっとここはね、まあ、苦渋を飲んで、マリオネットを使っておりました。で、ここで2体目のドララ。かなり相手、引き気味にドララ使ってますね。もうこの状態になっちゃうと、かなり、もうね、落城させるのがかなり難しいなっていうところがあるんで。で、あと、アークエンジェルがここで詰まっちゃったんですよね。チビベルがそこにいて、詰まっちゃったんで、まあ、残りミリなんだけど、体力も。残りミリだけど、で、ドララ、一番上の、砦の一番端っこに、剣士出した時に、ああ、ドララ反応するなっていうのが確認できたんで、もうこれ、砦を狙わずに、もう、上でガンガン攻めるっていう感じで、ここでぶっ破します。うん、ここでぶっ破することで、上はね、止められないので、これ2体目のドララなんで、もし1体目のドララをここで使われてなかったら、白前で2体使われてたら、かなりきつかったなっていう試合ですね。で、ここでね、ガンガン、剣士とちょろ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 って流していくって感じですね。剣士を大砲で飛ばすものの、ここでゾネスが入っていく。これはね、もうほぼほぼ勝ったようなもんですね。ほぼ勝ち。これはほぼ勝ちですね。多分今頃俺、さようなりとかって言ってると思うんだけど、そのなんか、勝利の歓喜さえね、もうなんか、録画ミスで。録画ミスっていうか、録画不具合だね。俺のミスじゃないです、これは。うん、録画の不具合で、まあ見れなくなってしまったっていう話ですね。次。3戦目。3戦目、どういう札だったかな？どういう札だったか忘れたんだけど、なんかアビリティだったんだよね。アビリティの人で、めちゃめちゃ、うわ、怖えなっていう感じで戦ってましたね。何のアビリティだったんだろう。あー、ゴレアビか。道理でゴレめっちゃ強えなって思った、この人。めちゃめちゃ強かったですね、この人のゴーレム。俺なんか強くねって思って。結構ね、焦ってましたね、俺の中でも。さあ、見ていきましょう。俺はね、ウサギ持ってるんですけど、ここでね、大砲撃ってくれたんで、さあ、ウサギを怒らせようと思ったんですけど、怒りませんということで。怒りませんということで、俺は大砲撃っていく。2発目の大砲。2発目の大砲と剣士を添えて、まあ、ここは確実に取っていくという感じで、とりあえず1体剣士を添えて、少しでも削られないようにしておりますね。下はウサギと、ここで爆王子を添えていく。で、相手はパンダなんでね、結構有利かなと思いますけども、まあ、ここでブルドラが来ましたね。ブルドラが来たんですけども、ここでゼウスとアークエンジェルを使っていく。スキルを打っていく。で、ちょっと押し込みたくないなっていう。ここは押し込んで欲しくなかったですね。相手はね、しかも金バッジマーマンなんで、かなりね、ゼウスに有利ですね。相手結構これ相性的には有利です。ある程度有利ですね。しかもゴレもアビリティだし、結構有利な相性ですね。で、こっちもコストなくなってきて、このタイミングで激流をね、打たれちゃったんで、バクオジもね、体力残りわずかっていうところですね。これ結構苦しいなっていうところですね。爆王子をここで出していく。あいつ最後の地震打たなかったのめちゃめちゃでかいですね。これ打たれてたら試合どうなってたか分かんないです。スキルゲっていうことがね、よく分かりますね。ここで開口戦で持ち上げていくという感じですね。どうしようかなーって結構迷ってるんですけど、ここ解消すればよかったんだけどね。回収すればよかったんだけど、爆王子を。全く頭いなかったね。全く頭いなかった。うん。何を考えていたんだろうって感じでね、全く考えてなかった、ここから先は。で、まあ、爆王子が、で、そろそろ気づくんでね、あ、俺、UFO 持ってるから回収すればいいじゃんって思ったんですけど、もう、時すでに遅しという感じですね。もう、爆王子回収できなくなっていたっていう。ここを、ウサギでしっかりと狙っていく。ただ、ここで、ナメコが出てくる。
ナメコが出てくるんですけど、まあ、ここでダメ押しのウサギを2体目追加ということで、パンダ何体かね出てきたんで、そろそろいないんじゃねえかなって思って出しております。ここでウサギを回収していく。少しでもね体力が万全なウサギを使いたいので、少しでも回収してね使っていきましたという試合ですね。うん、UFO 最後もし守れる時だったらね、あんまり UFO って落とさない方がいいですね。あの点差で守れるっていう場合は、あの UFO は落とさない方がいいです。なぜかというと、 UFO 落としてしまうと、さらにその落ちてきたパイロットゴブリンにコスト3以上使わないといけないので、そうやったらね落とさないで城を殴らせておくなりしておくのがいいのかなって思います。はい、ということで参照した今回のトロフィーでした。はい、すいません、ちょっと後付け実況になってしまいましたけども、まあ、ここら辺で終わりにします。ありがとうございました。バイバイ。